秦がそれまであった戦国時代の国々を滅ぼして帝国を建設すると、最初に行った大事業は中国の範囲を、秦王朝の範囲を守るための長城建設であります。およそ1万キロ以上にわたって中国と北方社会、西方社会、東北社会との境に長大な城を巡らしました。その次に行った大事業が道路網建設であります。